ボクシング日本フェザー級タイトルマッチ25日後楽園ホールメインイベントでは3度目の防衛戦に臨んだ王者松本圭介24イコール大橋イコールが8位の藤田博史34イコール井岡イコールの挑戦を判定でどけ3度目の防衛に成功した世界ランカーでもある松本はスイッチを繰り返す藤田の変則的なスタイルに対し 2ラウンドに左フックでよろめいたほかは危なげなく、ジャッジ三者とも100、90をつける完封劇だったが、隠した相手にもかかわらず盛り上がりに欠ける展開となった。松本は2ラウンドの一発を引きずった、もらってしまった、という、パーフェクトにやるのがテーマだったのでと振り返り、本当に自分のボクシングがまだまだ何も褒められることがなかった内容。いい試合をしなきゃいけないという思いと、 藤田のやりづらさがうまくまとめられなかった。得意の右ストレートを狙っているのがバレていた。今日の出来だと世界戦を組ませてもらえないし、やっても遊ばれて終わるかなと思っちゃうと猛省。3月に妻、さやさんとの結婚を公表後、初の試合となり、世界チャンピオンになる夢を共に叶えてくれる存在ができたのは大きい。妻と一緒に課題に向き合っていきたいと話した。 インターバル中に張り手を飛ばした父の松本浩二トレーナーは、控え室で最悪ですね。世界チャンピオンなんてなれるわけがない。何をしてきたのか。やる意味がない。やめていいと思う。行けと言ってるのに全然行かない。何してる。親ですらそう思うんだから、お客さんはどう思うんだと。今日は父親として怒りたいと、報道陣を前にしての公開説教。 大橋秀行会長も、1、2、ラウンド、で倒せば世界という声も出てきたと思うが、まだまだだね。途中でお客さんがだいぶ帰っちゃったし、途中で帰ったお客さんはじ絶対来ないよ。プロとしての自覚がないといけない。試合半ばで観客が帰ろうとしたのを事実として受け止めないとと苦言を呈した。セミファイナルでは東洋太平洋スーパーミドル級王者ユンドクの。 韓国に1位で日本王者のタイソン後期、一力が挑戦。先制のダウンを奪われて、ちょっとやばいと思ったというミカドソンは、一か八かの打ち合いに出て、左でユンを大の字に伸ばして1回1分25秒、劇的な逆転 k を大勝ち。僕も日本の番長なんで負けられない。当たったら絶対に倒せる自信があるから。がっちり当たりましたよ、トムネを張り。 スーパーミドル級にも強い日本人がいることを証明していきたいと意気込んでいた。